こんにちは。こんにちは。小原大水輔です。小原大博美です。イルカの時間です。なんか涼しいやつからね。寒いね、なんかさ。なんかずっと昨日さ、うちでさ、事務作業してたんだけど、エアコンつけなかったのに。なんかエアコンの中に一日いた、いたみたいな。ああ、そうだよな。うん、さ、本当になんかね、肌寒いぐらいのあれだね。これ、なんか千九百九十三年の、あの、れいかの時に、匹敵らしいよ。あ、そうなんだ。 お米が取れなかったくて大米とかさ外国から一気にお米を輸入したとんでもない日が時々あったじゃんあの時と似てるんだと天ああそうなんだ農家の方大変だと思うそうだなうんそう野菜もそうだしなこれがどここんだけ火が当たらんからなそうただでさえも大変なだ野菜作るのはそうああがじゃないからねそうかな厳しいと思うことはそうだなうん でねあの清ともこのねキッチンカーキッチンカー昨日来ましたよ我々納車されてもう3日よ日経つもんなそう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 月曜日じゃない納車された月曜日だっけうんそうだよなうんで、昨日やっとねあの見せてもらったよいやでもさかっこよかったよねあの黒いなあれはねもこがずっとあのマットブラックって言うんだけどずっとあのマットブラックでそう言ったねうん だかからなんかさキッチンカーあったらさ私のイメージはさなんかピンクの可愛いさ<ー>よくあるじゃんあ,あるあるあるそんなのかなと思ってあの子たちはずっとマットブロックのかっこいいキッチンカーって,言って、うん、まあそうだねうんまあ落ち着いてていいじゃん、うん、そ,そこにまた写真なんか貼ったりしてなうんあの走行中もみんなに目立つように写真いっぱい貼ってそうだよねうん、うん、あれもどこどこで出店中とかこう まあねでもキッチンカーとは特に固定の場所があるわけじゃなくていろんなイベントに応募して審査が通れば出られるとかなそれであれ20日からかうんうんな帰宅で赤羽で赤羽だったっけそう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 2021でしょうん2728は府中の府中だったねまずこれは大きなのが決まってうん であとはあれだな、平日のな。ランチ営業とか。うん、ランチ営業も、まず車が出ないことには、出させてくださいっていうのが、もしかしたらきいんだって。ああ、そうかそうか。だからこの業界、ちゃんとそういうところがあってね。うん、エントリーして、あの、じゃあグループで何台かで、じゃあここに3台ぐらいとか、ここに5台ぐらいみたいな感じで、割り振ってくれるような、あるんだけど。ああ、そう。うん。そういうところも、 ただもうきっがやってますお願いしますって,ってちゃんとやっぱり書,書類を出さなくちゃいけないし、うん、写真も車の写真とかもつけてもうそうだよな、うん、まあでもこれ手続きは大変だったないや私本当よく実現したのと思う本当、うん、ね挫折せずにうん大したもんだと思うよいや本当ねうん、うん、まああのこのアイディアが浮かんでからな、うん、半年とかでしょ そう昨年の一番最初は昨年の10月、うん、そうだよね10月にああそうと思ってあ、まあ、1年経ってないんだな、うん、そしてなんか11月ぐらいにセミナーを受けて、うん、そうだよな12月にとも子も一緒に行ってキエと先に行ってとも子と一緒に行ってそうだよなであの年だけからわーって感じなあまあ、うん、あの本当にこうやってスムーズに行くのはいいことだしさ、うん、ねでやっぱりねあ,の、まあいつらもさ、うん、若いしね、うん、えー、まあ なかなかさやりたいって言ったってさ要するにそれは気持ちは分かるとでも現実にはどうだろうなんて周りも見るけどさでもああやって車をね実際に持ってみたら自分たちの気持ちも変わるし要する周りの見方もねこいつら本気なんだなって見てくれるからさ俺今回思ったのは本当にねやっぱりまあ改めてね 言ってるだけじゃダメだけとうん、うん、なやっぱり何らかの行動をしてこそ初めて人は信頼するっていうかね応援できるのよね。 うんうんいや本当若いのに頑張ったと思うもんそうそうそううんほんにあいつらあいつらにプレッシャーはあるわけでさうまくいくんだろうかどうだろうかとかさ F は不安だって借金変えるわけだからそうでやっぱりこう手続きいったってさ若いからちょっとね軽く見られたりとかさそういうこともあるわけだからなあったあまあそういうこともまあ乗り越えながらね まあ我々もそうだし知子のご両親もそうだし、うん、ね一生懸命サポートしたし、うん、でやっと実現が実現したわけだ、うん、なでもこれはゴールじゃないからねそりそうここからスタートだからねう,うんいやでもさそのこれはねスタートが切れたっていうことが大事だと思う,そうだねスタートしないことのも始まらないんだから、うん、スタート時点には立たないで終わる人いるわけだからまあそのほとんどだからなうん キッチンカー実際に作りましたってね、うん、納車されましたってこう案内をするとさうんねなんかこうサポートしてくれるって人がさなんか知らないけど現れてくるわけだから。本当に,本当に ことでまあこのご縁がつながってつながって繋がってできるわけだからさそうそうそうだから結局ね自分だけの力ではねなかなかできないのよないろんな人が応援してくれたりね力を貸してくれたりする中でさまあやりたいこと夢が実現していくわけでさだからやっぱりそういう人に応援したくなるような気持ちにさせるねあるいは期待 してもらえるそういう,こう行動をしないことにはうまくはいかないってことだよなそうだねうんだから自分がやっぱり誰かを利用しようとかさね誰かの尻埋めに乗ろうとかさあるいは逆にあの自分が利用されてしまうとかさねそういうふうな人間関係じゃなくてさやっぱりお互いがねえ夢を叶えていくようなねやりたいことができるような 関係でさ、うん、やっていかないとなそうだね、うん、いやほんとつくつく思うよ、うん、だからなんだろうやっぱり具現化すること確信することも大事だし、うん、この今までのこの経過、うん、これだけの人に支えられた助けられた、うん、ね応援させてもらったってことがさやっぱり彼女の時にとって一緒の財産だよねまあそうだよなうんそうまあそれにねやっぱりまあこれが実現したのもねえ 原ひろみさんのね、<laughs> 力大きいと思うよ。やっぱり、まあ。<laughs> うん、<laughs> なんか、こう。まあ、小僧という時の行動力というかさ。うん、うん、度胸というかさ。うん、まあ、それは。 まあ前々からそうだけど大したもんだと思うよねそう,そうねうん、うん、なんか分かんないけどピピッてきてこれは絶対と思ったんだよな私な、うん、そうだな絶対うまくいくって、うん、そうだな俺だったらやっぱできないよねあそういいないいなで終わるかもしんない、うん、やっぱりあのー、やっぱり資金もいるし、うん、労力もいるし、うん、それから事務的なことも大変だし 事務的なことがやっぱり一番あれだったねいくつもこうハードルを食なくかそうそう,そう,そうで「えっ?」とか思うといっぱいあるわけだからなそそうそう,そう、うん、あれこれダメなのとか「これもいるの?」とかさ先に言ってよみたいなねそう,そうそうだからそんなことやったことないからさ <laughs> 分かんないじゃんだからあの行政書士だとか司法書士だとかああいう人たちはさ<う>すごいなと改めて思うわけだけどさあ,あと今回あの税理士法人ねいつもそう税理士そうだな先生だけどホ なあホンによくやってくれたよなありがたいよなうんどこに融資の相談に行ったらいいかまでもう全部未来さんでサポートしてくれたそうそうそうだからさそういうご縁がな我々のご縁もすごく大事だったしなや本当ありがたいだうんそうだからさこうやってやっぱ人って何かやろうとしたりさあるいは困ってる時ってさ何かこう来るなよ救いの手がなああこれはさやっぱ俺忘れちゃいけないと思うんだよねどんな時でも ああだから芥川龍之介のね雲のうちじゃないけど本当に細い細いような、うん、それでいいんかなと思ううなところにやっぱり、うん、この人に助けてもらおうと思ってピッとこう捕まった時にさ。 っっと引き上げてもらたりだから俺は本当ね思うのはねまあ子供たちにさあるいは俺はかくんでもいいと思うんだこれ子孫にもずっと伝えたいのはそういうことだと思うんだあのこれはご先祖もそうだと思うのよ本んに苦しい時辛い時大変な時って我々以上にあったはずなのよそういうそういう時にさやっぱり救いの手がふっと出てくるねそういうことってさこれは別に特殊なことじゃない。 誰もが体験すること誰にもあることだからそれを信じるか信じないかの話なわけよなだから救いの手は来るよってどんな苦しくっても絶望しなくていいよって絶対その雲のととかも分かんないし本当にわずかかもしれないけどまず来るから必ず助け来るだからそれにすがっていけってそしたら道は開けてきてそこから歩けばいいとかさそんなふうな感じのねものをさ俺は本当伝えたいと思うね 自分にももちろんいい気がするそして周りにも伝えたい特に子供たちにはしっかりこのことだけはそうだねうん伝えたい私たちが死んだ後もさいろんなことあるわけじゃないんそうその時にね「ああもうダメだ」じゃなくてそうもうダメだってことは絶対ないはずなんですよ必ず助けてくれるうんそうでその時にそれで動くその助けにねのヒントヒントがあるわけだから んそのさサスケだと思うね思えないようにもうなんか邪気にやられちゃってるとダメなわけよそう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 、うん、そう、うん、そう、うん、だから常にやっぱ素にさだから素直に素直に常にそういうことをこう考えながら生きることが大事だなと思うね、うんうん、ああ本当に綱渡りだから そうだ,、ね、ああだからどっち転ぶか分かんないし転ばずいけるかもしれないけど、うん、だけどその、えー、スタスタとは歩けないがらからな綱渡りの人生が力がつくんだそうハラハラだけどな力がつく、うん、ああまあそういうもんだよなあの生きる中だからお釈迦様が言った生きる苦しみっていうのはさ、うん、やっぱひょっとしたら、えー、病気やね老いていくことや死ぬことよりも本当一番 大きな苦しみなのかもしれないな。そうね。な、うん、そんなふうに思ったりする。でも、まあ、これできちんか、またね。うん、みんなに応援してもらって。うん、ね。応援よろしくお願いします。うん、楽しくやりましょう。はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。